中国も注目している日本の F3 次期戦闘機開発。日本主導での三菱重工業者に課せられた F3 次期戦闘機開発の課題、自国でステルス戦闘機を開発する難しさ。中国メディアが伝える日本の F3 ステルス戦闘機について詳しく見てみましょう。そしてハイパワースリムエンジンと呼ばれている FX9 エンジンがやはり気になりますよね。中国だけでなく世界が注目するエンジンですからね。2020年10月30日、日本政府は現在の航空自衛隊が配備する F2 戦闘機の代替機となる次期主力ステルス戦闘機 F3 開発を三菱重工業者が取りまとめる主な企業となり、2035年度から配備する方針を計画していると伝えました。同日の記者会見で、岸防衛省は三菱重工業者を次期戦闘機開発の生産主体として正式に契約を結んだと発表しました。他に IHI 社がエンジン部を、三菱電機社が電子戦装備を制御するミッションシステムを、スバルと川崎重工業者が機体を、東芝、富士通、日本電機がレーダーを含む電子機器を担当し、7社が参画する予定である。現在の F2 戦闘機は1980年代に日本とアメリカが共同開発した戦闘機で、 F2 戦闘機は機体の組み立てを三菱重工業者が担当し、エンジンはアメリカのジェネラルエレクトリック GE 社製が使用されています。 F2 戦闘機はアメリカの圧力によって国産開発から日本とアメリカによる共同開発となった苦い経緯もあり、代替機については国産での開発を目指しながらも日本主導での共同開発を重視していました。11月6日には岸防衛省がこうした次期戦闘機の開発について、アメリカのロッキード・マーチン社及びボーイング社、そしてイギリスの BAE システムズ社の3社から開発支援の申し出があったと明かしました。アメリカのロッキード・マーチン社といえば、いわゆる第5世代戦闘機であるステルス戦闘機 F35 ライトニング2を製造しており、戦闘機市場ではその存在感は巨大であり、次世代機の開発においてもその中心となると目されています。日本としては次期戦闘機の共同開発企業がどこに決定するのかが気になりますが、今回アメリカのロッキード・マーティン社がアメリカのノースロップ・グラマン社と共同で日本の次期戦闘機開発にあたると明かしました。ここで提携先をアメリカのみに絞ることについては、F-16 ファイティングファルコンをベースに開発した F2 のようにシステム等の技術情報をブラックボックス化されることが懸念されました。そしてボーイング社といえば世界最大の航空宇宙機器開発製造会社であり、かつては F-15 イーグル戦闘機などで第4世代戦闘機またはその改良型である4.5 世代戦闘機の分野では大きなシェアを占めていたが、近年では新型戦闘機の実績はない。ボーイング社は日本産業界とボーイングの最高の技術を組み合わせて最先端の能力を備えた日本主導の次世代戦闘機を開発すると言っており、低コストで低リスクのアプローチを確保し、日米の相互運用能力の確保も保証すると伝えました。最後の BAE システムズ社は多国籍な開発体制で第6世代戦闘機テンペストの開発を主導しており、同機の生産機数を上げコスト低減を推進するなど、次世代戦闘機を成功に導くための能力、技術といった必要な要素を備えており、同社は様々な国と協力して複雑な戦闘機開発プログラムを実行してきており、日本の次期戦闘機に大きな価値をプラスすることができると言っていることから、
日本の F2 戦闘機の代替機計画に前向きであることがわかる。日本は中国やロシアなどの空軍力に対して数的に劣勢が見込まれており、そんな状況から将来の空軍力の維持のための戦闘機が求められることから、次期戦闘機の開発が計画されることとなった。航空自衛隊の運用機は、これまでの調達実績として、F-35 や F-15 などアメリカ製の機体を、日本国内の企業が製作に応じる形で、ライセンス生産により調達していました。そこで、日本は、次世代戦闘機の開発に向けて、国産戦闘機に適用できる先進的な要素技術を実証するために開発した X に通称、新進で、機体のステルス性能や制御システム、エンジンの評価試験を実施してきました。X に新進の役割は、あくまでも実験機であり、戦闘機として量産するつもりもなく、次世代戦闘機を自国で開発することは、やはり現実的とは言えない。日本の戦闘機開発のノウハウやスキルを継続させるため、三菱重工業に課せられた国内の防衛産業の技術の維持という大きな課題であり、それが次期戦闘機の開発に生かされることを願いたい。2035年頃から約90機が配備される予定の次期戦闘機は、ステルス性が重要視されていますが、センサーやシステムを統合して、ネットワーク能力を利用した陸海空、宇宙での連携能力に期待されています。2020年の新型コロナウイルスの蔓延により、日本の次期戦闘機の開発が中断するとの声も一部では囁かれていましたが、なんとか、その最悪の状態は免れ、共同開発先の決定が待たれることになりました。日本が F2 戦闘機の代替機に求める要素の一つに、配備の進められている F-35 ライトニング2戦闘機 A 型が、そのステルス性能をフルに発揮させるために搭載できない巡航ミサイルの実装があると思われる。近年の日本の最大の仮想敵国といえば中国ですが、そうした空対艦ミサイルを向けられる対象の中国側が、日本の次期戦闘機開発をどのように見ているのかも気になります。中国のニュース配信アプリ、今日頭上によると、自国のみで戦闘機の開発が行えていない日本に対して、多くの中国人は、自国はすでに国産のステルス戦闘機を開発できているとして、日本を見下している傾向にあると警鐘を鳴らしている。確かに、日本は先進技術実証機 X に、新進はあくまで実験機であり、実際の生産には至っていないが、この経験から IHI 社が開発した FX9 エンジンは、ステルス性の面でも中国より高性能であると認めています。この FX9 エンジンは、現在の防衛装備庁と IHI 社が、次期戦闘機開発の一環として、2010年から開発開始されたもので、基本的なコンセプトは、スリムで大出力である、ハイパワースリムエンジンと呼ばれました。大電力消費に対する発電能力や、ステルス性の確保に対する推力に関して、次期戦闘機に、十分に対応しうる品質であり、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録、世界標準クラスの数値を示しました。近年、空軍力も強化している中国としては、この FX9 エンジンが気になる存在であることは間違いないようです。その上で、日本の技術力を過小評価することを、買い、戒め、必要に迫られれば、日本も自国のみで戦闘機開発を行う可能性はあると論じており、その部分だけ見れば中国発の意見とは思えない感じもする。まあ、こうした意見もあくまで自国の軍備拡張を正当化するための手段であると考えるのが妥当であり、
このような論調を取れるくらい、中国は自国の軍事力に自信を持ってきたことの裏返しとも取れる。11月8日には、また別の中国メディアの白家号が日本の次期戦闘機開発について触れ、将来的には日本はこれを90機配備する予定とし、F-35 ライトニングに戦闘機147機と近代化改修した F-15J イーグル戦闘機98機も同時に保有すると紹介した。この日本の次世代戦闘機は、中国が開発した J20-1020次世代ステルス戦闘機に相当するとして、日本版1020と伝え、同機と空対空戦闘を行う性空戦闘機という位置づけになるだろうと予想している。ここでは、日本の F-35 ライトニング2戦闘機は、空対地戦闘を主な任務であると考えられており、日本の次世代戦闘機が担う性空戦闘機と、中国の1020とは、制空権を争う存在だと紹介されていた。これは、あくまで中国メディアが伝えていることであって、その根拠はわからないが、個人的には、どちらかというと、日本の次世代戦闘機が、空対地攻撃を、F-35 ライトニングアヤイが、星空戦闘機の任務になのではないかと考える。中国の J20-1020、ステルス戦闘機は、中国航空工業集団公司が製作し、中国人民解放軍空軍のために開発された、双発ステルス星空戦闘機で、アジアで運用開始された第5世代ジェット戦闘機としては初であった。今日頭上とは違って、白家号では、すでに、中国では、ステルス戦闘機、1020を開発できているが、ステルス戦闘機をまだ開発できていない日本より、中国の方が勝っているとの考え方が強い。そうは言っても、中国の J20-1020、ステルス戦闘機については、中国独自のオリジナルな機体かどうかについては、全く触れられていない。中国特有のコピー文化から想像してみれば、やはりその違和感を覚えずにはいられない。近年、中国の防衛費はかなり増大し、軍備を拡大しているが、日本の次期戦闘機も気になっており、日本を警戒している現れではないでしょうか。